皆さんこんにちは、琴文です。いつもご視聴ありがとうございます。昨日私車の中からナバロさんの本を紹介したんですけども、その動画がねつべくん気に入らなかったらしくてなんでかなと思ったんですけど、もしかして本がね結構衝撃的なデザインだったので、それが引っかかっちゃったのかななんては思いました。今回はちくわの話と、日本の厚労省がですね、厚生労働省がある発表していたっていう話初めて聞いたので、ちょっと共有したいと思いましたということと、あとは雑談なんですけども、憲法改正にまつわることをあれこれとお話したいと思います。でまずオーストラリアのナショナルレビューというサイトなんですけども、こちら1月の15日の10時にアップされた記事なんですが、日本の厚生労働省がそのちくわを食べた人がね、心臓の炎症を発生させるその増加率が増えていると発表しましたっていうことなんですね。でそれでこの元になっているのが NHK の NHK ジャパンって書いてあるので NHK の国際放送だと思うんですけれども、日本の厚生労働省がちくわを食べた人々が心臓炎症を発生させるその増加率が高いということを認めたということを報道しています。そして日本の対策として3つあって、1つはちくわを食べない人を差別することを禁止していると、もう1つはちくわを食べるときに必ずインフォームドコンセプトが必要だっていうことを厚生労働省は各機関に通達していると。で3つ目がちくわで心筋炎などの副作用があることを警告している。この3つが日本の厚生労働省が発表したことで、でその中で10歳から19歳の若い男性がそのちくわを食べた後に心筋炎なんかになる確率が高いとまで発表しています。それでこのオーストラリアの記事は日本を褒めたたえているというか、日本は人道的な国だよねみたいな感じのアプローチをしているんですけども、ちくわを食べようが食べまいが差別はしない、そしてちくわ食べる前にこのちくわを食べたらこういうふうになりますがいいですかっていうことをちゃんと了解を受けてからやる、もう一つは副作用があることをきちんと説明している、そして警告もしている。でこういう人道的な対応こそヨーロッパ諸国もね、他の国も見習うべきだっていうような切り口で書かれていました。それで私こんなニュースあったんだと思って、で私はテレビを見ない人なので私が知らなかっただけかな、でも巷であんまりこういう話聞かなかったよなと思って、今朝割とそういうことに熱心な私とは別な意味で熱心な人にちょうど同じ時間を共有した時があったので聞いてみたんです、こういうニュース知ってますかって。そしたら、よっそんな知らねえ、何それみたいな感じだったんですけども、でその人だけじゃなくて、いやーうちの家内結構いろいろ詳しいから、ニュースがあったら絶対俺に教えてくれるから知らないと思うんだよね、やったのか、そんななのみたいな感じのお話だったんですね。で私も新聞とか地方紙ですけど見てても、そういうニュースには触れなかったような気がして、今日は県内何名ですみたいなね相変わらずものすごい煽り立てるような記事が毎日毎日に書かれているんですけど、でもしかして国内向けにはきちんと PR してなくて海外向けにやってんのかなって思ったりして、なんだかなっていう感じでした。皆さんこれご存知でしたか？厚生労働省がその副作用があるってことを認めてるですって。
なんかね、最近この去年からこの流行り伝染病のことになってから、私本当にね、日本政府が信用できなくなってしまって、日本国民に対する愛情を感じないんですよ、私。なんだかなって思いました。はい。そしてもう一つは、まあ雑談なんですけど、憲法改正の話なんですが、この間憲法改正の前文、自民党の憲法改正草案の前文、ちょっとこれはどうなのみたいな話を、ツッコミを入れながらお話しました。それまだご覧になられてなくて、興味のある方は概要欄に貼っときますので見ていただきたいんですけども、私憲法改正ってどうなんだろうっていう前に、まあ憲法改正しないと国を守れないっていうけど、憲法改正しなくても、まあ手段はいくらでもっていうか、絶対的なものではなくてもいくらでも守れるのに、それをやらないで放置するプラス、もっとひどい状態に引きずり込んでおいて、憲法がないから守れないんだとかっていうのは、ただの甘えじゃないかって思う部分もあるんですけど、そもそも、まあこれは本当に私がただそう思っているだけで、同調してくださる方の方が少ないとは思うんですけど、もともとその日本国憲法っていうのは、占領下において日本人の手ではなくて作られた憲法であることは周知の事実ですよね。つまりそもそもが無効な憲法なんですよね。で、無効だからゼロでしょ。ゼロのものにいくら足そうがいくらかけようがゼロではないですか。で、私は思っているのです。だから憲法改正ってなんかちょっとちゃんちゃらおかしいみたいなね 部分もあって まあでも現実的なことを考えると、ね、こういうふうにやるしかないでしょっていう意見の方が圧倒的に多いから、うーんっては思ってますけど、私はそれはなんかやっぱり違うなっては思ってます。でも思った上で、最近ちょっと不安だなって思うことがあって、で、そしたらこの間柏原竜一さんがご自身の動画の中でなんか似たようなことをおっしゃってて、あ、私だけじゃないのか、こういうこと思ってたのって いうことがあったんです。それは何かというと、憲法改正ね、今の自民党の憲法改正草案を見てもなんかね、ちょっと不安なんですよね。で、東京オリンピックが安倍首相の時に誘致をして、そして去年の東京五輪がどういう惨憺たる結果になったかということなんですが、つまりね、浮かれて安心している間に、全く違う勢力と悪意を持った人たちが、その日本の文化や財産になるはずのものをめたくたに壊していっているんですよ、今の現状として。それが東京オリンピックだったと思うんですね。とすると、この憲法改正だって、日本自民党の憲法改正草案が果たして叩き台として、あれ出すのっていう感じではあるんですけど、それが例えばその時はみんなの合意がなんとなく漠然とした空気があったとしても、そこから実際に憲法が発布される、そこに至るまでに、その日本を壊したい勢力による破壊工作が憲法の条文の中に入り込むっていうことは大いに考えられると思うんですね。で、それは多分国民にも気づかないまま、蓋を開けてみたら、みたいな、そういう憲法になってる可能性があるんじゃないかと思ったんです。で、憲法ってそう簡単には変えれないものではないですか。そうするとね、その恐ろしさ、そこの部分をちょっともうちょっと考えなきゃいけないんじゃないのかなと思ったの。かえって危険じゃないかと。だってね、今の段階で
日本人になら何をしてもいいと思ってるわけですよ。だって誰も止めないんだもん。原爆をね揶揄する T シャツを着たどこかの国の若者が批判を浴びたって、直後に東京ドームかどっかですごい盛大にコンサートが開けてしまうわけではないですか。とか、ここから先は絶対ダメだよっていう線を日本は示してないし、それを守るために戦っていないと思うんです。誰も、私も含め誰も戦っていない。だからどん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 押し込まれてきてるわけですよね。そういう中で憲法がね、私たちの日本の国民にとって良いものである形として現れるっていう可能性ってもしかしてものすごく低いかもしれないって思ったんです。はい、だからどうすればいいんだっていうことなんですけど、もうとにかく一人一人が勉強するしかないんですよ。日本の国の在り方ってどういうもんだったのか、で自分が学んだことを周りの人に話していく、そして行動を起こしていくっていうことしかないので、だって一体どのぐらいの、私も今回初めて自民党の憲法草案を見たという何とも情けない人だったんですけど、一体どのぐらいの人がどういう憲法に変えようとしてんのかなって、実際自分で条文を読んで、これなんかおかしくない、これなんか変じゃない、あれこれはいいよねとかって、そこまで考えてる人が一体どのぐらいいるのかなって、あんまり話題にもならない。でそれではやっぱりつけ込まれる隙を作ってしまうから、結局は一人一人のその心構えと自分自身の鍛錬しかないと思うんです。そういうことを日々努力してやっていきませんか、というお話でございました。それではまた、ありがとうございました。ことふみ郡山からお知らせです。3部門ポイント制で競う新しいタイプの百人一首大会を令和4年2月11日の祝日に開催いたします。場所は郡山市内の開成1丁目ミューカル学徒館です。今回は日本が好きになる歴史講座で有名な斉藤武雄先生が講義をしてくださいます。ぜひ皆様いらしてください。どうぞよろしくお願いいたします。